伝えします。1位は立石慎二選手、2時間17分42秒でした。2時間17分42秒、安川電機の立石慎二選手が優勝です。2位塚本修司選手、2時間21分54秒。3位田代和明選手、2時間23分42秒。4位福岡優作選手、2時間26分35秒。5位尾形亮介選手、2時間28分15秒。6位高浜邦明選手、2時間30分03秒。7位内田博明選手、2時間30分11秒。そして8位入賞が飯星森光選手、2時間30分53秒となっています。先ほど女性ランナーナンバーカード2011伊藤さんがフィニッシュしました。そして続いて2014番、石塚さんもフィニッシュされました。2時間44分15秒。5位キラハルナ選手、2時間46分18秒。6位藤永佳子選手、2時間57分47秒。7位山田千恵選手、2時間58分48秒。8位柿本美空選手、3時間6分57秒となっています。以上マラソン女子優勝の8人の方の記録をご紹介しました。お疲れ様です。
台と比べてどうでしたか。そのカメラマン、後から入っても見えるんですよ。報道カメラマンの方見えないですよ、後ろは。後から入ってもらうと。お疲れ様です。お疲れ様です。元気がいい。タイム更新ですか。前回が3時間24分だったんですけど、今日3時間7分出ました。でも G ナンバーつけてるから、ほとんどタイムがちょっと本当にわからなかった。4時間かかってました。あ、そう。あ、すごいね、3時間。G とかも A もかけない。続々とランナーの皆さんがフィニッシュ地点に到達しています。最終戦を参加する1万人のランナーにエールを送るプレフで頑張るメッセージ。あ、弟さん。この募集に対して260件のご応募をいただきました。応募作品の中から北九州マラソン賞をして5作品が選ばれました。そのうちの1つをご紹介いたします。福沢諭吉さんの作品がこちら、駆け抜ける1万人の春一番。応募作品の中からこの作品を含めた50点を北九州マラソン2014の会場各所に提出しております。ぜひご覧ください。沿道の皆さんも引き続き応援よろしくお願いいたします。なんかテレビでやってんの。